dedicated game channel by Kotaneta. みんなお元気？さて始まりの話題はサムネの通り断捨離から。そう、これまでコレクションとしてロボットや装備を複数育成してたけど、もうやめます。もうね、これだけのリバランス。数ヶ月後に産業廃棄物になるなら、ロボットは通常と限定エディションを1つ。武器は最高でも6つ。これだけとします。まあ、それで十分じゃない？それでも多すぎる。そんなご意見もあるとは思うけれど、伝えたいことは、そんなにたくさん集めても、すぐに期待する価値が下がるんじゃやってられないよねってことです。ゲームを発展維持するには誰かがその負担を負わなきゃね。オワコンになるでしょう。考え方はコストをかけたい人だけがコストをかける。それ以外にないけど、少額ながらコストをかけてもこんな状況ならもうコストかけられないね。明確なルール、例えば新発売は半年で平均威力の上位 30% 以内までは下がります。そしてそれ以降は平均レベル、1年経過するとその時次第です、なんてことだと理解もできるけど、それがリバランスじゃない？今感じられることは売るだけ売って、一定の数量を達成すると全く使い物ならないアイテムとする。こんな感じだといつまでも続かないよ。そりゃそっぽ向かれるよね。なのでもうこれからは動画作成と楽しみのための必要最低限の所有とします。そのための断捨離でした。まあどこかに売却され、このゲームが細々と永遠に続くことを祈ってます。ということで、テストサーバーの変更内容を確認しましょう。今回はスローダウンについていろんな変更あったみたいだけど、いまいち理解不足なので来週のご説明とします。注目のみでニュートンの防御力が下げられ、さらに弱体化。ルークはキャスティングダメージの弱体化、ファルガーのみダメージが 13.5% の追加の弱体化って、ほんとぶっ飛び商品を売るだけ売って一気に幕引きってね。もう売れなくなるよ。ロボットについてはオフィオンの耐久力にバフ、スピードは変化なしかな。内蔵武器ダメージに弱体化、まあ使い物にならないので耐久値でも印象操作のために上げておこうって感じだけど、キュリーは下げないんだね。最後に武器についてはケスタスとキシホスの弱体化がほんの少し緩められたね。でもさ、そんなにこれってお強い？ラブリーズ、シャッター、スプリンター、いずれも大幅なダメージ弱体化。ここでもスローダウンに調整。これ、バフになるのかな？わからないね。そして、あの参拝家の A3 リバランスにも変更です。0.1 秒間隔。前回は 0.5 秒で、今回は 0.3 秒。改めて図解で確認すると、3秒間で11ショットとなるんで、時間ダメージは 36.7% まで下げられる弱体化ってことになるね。ここまでってことは、お強すぎたんだろうね。そして最後に、アルティメット火炎系が、スローダウンは抜きにして、ショット間隔が 217% のバフって、しかも弾薬が2倍って、どんだけのバフなんだろうね。いかがでしたか？次のアップデートまで2週間、タイミングずれりゃ別だけど、これで全体的にフラットなバランスになるのでしょうか。真面目にこれ以降の新発売がバランス取れてりゃいいんだけどね。どうなんだろう。それじゃあ次の話題、さっきのオフィオンのナーフ、これが現実となるとどんな感じなのかって仮想検証をやってみました。ケースはパイロットのステファンとロードホックのスキルにより 30% の増加、合わせてイミュンプラス5キロの基本スピード増加。これでアビリティ発動中、今は171キロかな。これがナーフにより130キロ、約41キロのスピードが弱体化となります。それでは、
度の問題が前提にはあるけど、やっぱりアビリティ発動時間後量は耐久値 10% 上げてもね。これじゃオワコン確定だな。ということで、もともとのパフォーマンスが高すぎたのか、それとも惨敗かなのか、どっちなんだろうね。ってことで、最後に電気ビリビリ系フル装備のダゴンのバトルでぜひその威力をご確認ください。まあ確かに威力高すぎるので早急に産業廃棄物処理は必要と思うけど、ただし射程距離 100m を考えるとそれなりに威力高くてもこれは納得できるけどね。それでも売るためにはぶっ飛びにするんだろうから、まさかね。この方の固有スキルがアビリティ発動でダメージ増加 7%、 さらに累積可能で 21% まで、ってことはないよね。それではマーク1レベル1が一つだけ混じってても、さすが6スロットのダゴン、多少武器レベル低くてもそれなりのダメージを叩き出すってことがよくわかりました。フルダゴンプロジェクトは中止したけど、これからもいろんな装備でダゴンの楽しさをお届けします。それではご視聴いただきありがとうございます。おやすみなさい。